さかパワーアップ。まだなんとかなるわ。こんな予想外の展開が起こるなんてね。まいったわね。ちょっとどうしたんですか。それは見てわかります。どうして何もしないんですか。勝ったと思ったのにね。ちゃんとパワーアップすることも見越していたのにね。こんなことなら最初の一人で犯すのをやめとけばよかったかしらね。そうだね。もしそうなったらなったで犯しておいた方がよかったって思うんでしょうね。理不尽な終わり方だったわね。なんでそんな元気なんですか。そろそろかしらね。小島さん、
立川さん、前みたいに仕事する気なんですか？すごいですね。すごくないわよ。支部長や副支部長はこれぐらいじゃ休んでいられないの。当然じゃない。あなたたちとは使ってる薬もワンランク上だからね。私も問題ありませんでした。はいはい。休みなんて必要ありません。ブランドは絶対に許せません。一刻も早くこの地域から追い出します。私もいりません。これ以上奴らを野放しにするなんて絶対にできません。お願いします。わかりました。司令官ってなんだかお父さんみたい。そんなに心配しなくても大丈夫です。ちゃんとわかってますから。そうですよ。それに無茶はしません。そして触春が、デスブランドには絶対に負けません。おはよう、みゆきちゃん。おはよう、ひかりちゃん。調子どう？特に異常はないよ。そうなんだ、よかった。私もなかったよ。ひかりちゃんもなかったんだ。安心したよ。じゃあやっぱり瞬間的なものだったんだね。うん、あのままパワーアップしたままならよかったけど。でもその理由があれじゃ。そっか、ごめん、変なこと思い出させて。ううん、こっちこそごめんね。私が不甲斐なかったせいでひかりちゃんまで。そんな、みゆきちゃんのせいじゃないよ。私だってもう少し駆けつけるのが早かったら。あんな方法でパワーアップなんてしたくなかったよね。それでもそのおかげで勝てたのも事実だよ。あれがなかったらあのまま私たちどうなってたか。ああ、ダメダメ、私たちらしくない。こんなこと考え出したら一日中暗いままだよ。だから切り替えなきゃ。
そうだよね。せっかくの学園生活なんだから、今は切り替えて楽しまないとね。うん、そうだよ。おはよう。さきちゃん、どうしたの？昨日バイトで失敗して思いっきり怪我しちゃったの。バイトでそんな怪我するの？うん、ちょっと荷物の品出しでこけちゃって。大丈夫なの？うん、なんとか大丈夫だよ。でもかなり嫌なことがあって、そっちの方のダメージはちょっとダメかも。嫌なことって、サキちゃんがそこまで言うなんて珍しいね。どうしたの？実は嫌なやつが現れてね。そいつがしつこくて、おまけにすごい腹の立つやつで。それすごくわかるよ。実は私も最近すっごい嫌で許せないやつに会って。そうなの？うん、しかも私だけじゃなくて、みゆきちゃんも巻き込まれちゃって。みゆきちゃんまで？うん、まあちょっと。だから絶対に許せなくて。そうなんだ。ひかりちゃんたちに意地悪する人って、きっと魔法天使みたいな自分勝手な人なんだろうな。さきちゃんに嫌がらせする人って、きっと食春ガーみたいないやらしいやつなんだろうな。だから私、咲ちゃんの気持ちすっごくわかるよ。私もひかりちゃんの気持ちすごくわかる。お互い大変だけど頑張ろうね。うん、頑張ろうね。咲ちゃん。